お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらジャイスキュラデッキやっていきたいと思います。でこちらなんとねネクロマンサーが入ってますっていうのでちょっと注目していただきたいんですけど、あのネクロね今マジで使われてません。マルチ上位だとね特に本当に使ってる人いない中で、前シーズンね、世界上位でこのデッキで上がってる人がいましたので、まあ、やっていければなと思います。なんかね対戦相手でめっちゃ当たって嫌だったんですよね。なんかインドラとネクロとスキアミ、なんかここがあることによってなかなか攻めが通んなくてみたいな感じでじわじわ削られてすごい嫌だったので、ちょっとね使っていこうかなと思います。さあよろしく。でなんでねネクロとかマルチ上位だったらねウィザードとかもなんですけど、まあ、全然使われないのっていうところで、まあ、結局5コストっていうのがでかいですね。これ4コストになったらちょっと性能良くなっても全然使われる可能性があると思ってて、やっぱ高回転デッキがマルチ上位行くともう上手い人たち多いんですよ。クロスとかホグとかで、そういった高回転の相手に、5コストとかだとねもうついていけないんですよ。あとは結局ファイボとかでねやられたりするのでっていうのがね主な理由だと思うんですよね。だから4コスの、まあ、マスケとかエレキとか、まあ、マザニックとかダクネとかその辺はねたくさん使われるけど、5コスのね、ウィザードネクロとかは毎回なんかね強化とかよく来るじゃないですか。ネクロよく強化されるんですよ。定期的に本当に定期的に強化されるんですけど、あの全然使われない。まあそれはやっぱ5コスだからっていうね理由があると思いますね。で今回あれかも引いたかもしれない、ウィザード。いや違うか、普通になんかめっちゃ小物多めスパーキーみたいなそんな感じかな。で柳見使ったからな、普通にスケルトン部隊とかいると嫌ですからって思ったけど最初に使った。おい回ってくる。でここケツスパ来たらスケルトンラッシュで攻めれるからいいんですけど、なんかミニペとかいんのかな。あいましたね。さあミニペッカー、ここスケラ打ちたいな。打てるだけ熱いと思うんですけど、ああちょっと高めにねスパーキー出してきましたね。まあこれは一旦なんか攻めきれそうにないので、まあインドラとか出してね相手のカウンターだけ阻止していきたいね。さあ、まあ、ネクロやられてしまうものの相手のスパーキーもやれるよねっていう。今回ねこのヤナアメファイボっていうスペルもそこそこにね、いいですよね。なんかやっぱインフェルノタワーとかがいないからねヤナアメがやっぱ活躍しますよね。これ打つ必要なかったかな。いやよかったね。オッケー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 。さあネクロも今回の相手ねめっちゃ小物多いから活躍しそうで、まあ、血ジャイをする必要があるのかどうかなんですけど、まあ相手このネクロきつそうですからね。インドラもユニット貯めてなんか事故らせれそうな気もする。これスキル打ちてえな、打っていい気もするんだけどな。ネクロいるしネクロいるだけでなんか強気に攻めれる。さあ小物でここに打ったらガゴムレとか相手出したいと思うんですけど、うちネクロいるんでねうちネクロいるから。さあ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 、いやいいね。でこれネクロで、あうちのスパーキーはねあんま活躍しないっすネクロめっちゃ強くない、これもしかしてなんですけど。さあユニット低めで低めでいって、でも相手のあの嫌だなあれ、ちょっと打っちゃおう。延命ちょっとだけね、あ逆サイ来るって言ってますね。でこれネクロ出してな、そうザップ打たれるとちょっとやばくて、いやうまいですね。でもザップ打ったらこのネクロあんまと、え、ネクロのスケ見たっすか今。こうやったらミニペ許容できる。気合の許容。いや、気合の許容した。いきます。いやー、マジで。ネクロ残れ、ネクロ残れ、ネクロ残れば世界変わる。スケルトン部隊、スケルトン部隊が強い。強い。いや、でも相手、ヤナメザップなんで、僕は耐えれます。マジ、インドとネクロで、ザップとかね、あのスケルラーに使ったので、よしよしよし、マジこれあります。本当にあります。はしまいじゃいか来んのか、いや、来ない。さあ、ここ一回むずいな。ワンチャン逆サイ。逆サイ攻める感すごい出していきます。で、攻めやなみ打てば、いや、歩くね？これあるよな。あるよな。で、あっちにザップを使え。やべ、攻めやな、雨が。オッケー、ザップ使った。いやー、持ってね、持ってね、持ってね。変な、変な、した。さあ、インド。
これでも溶かさないとやばいよな。いやインドラナイツネクロネクロネクロマジで強い。ネクロバカ強い。さあジャイスキラで、あれかい買ったかい。なんか来るぞ、なんか来るぞ。さあなんか来るぞ。マジでキングギドなんでした。俺オッケーオッケー。いやネクロ強い。ネクロめっちゃ強いね。真ん中ネクロなんか両サイドにつけうんでさ、なんかいろいろ竹取ってましたね。さあよろしく。ネクロがねマジめっちゃ活躍しましたね。まあ、ネクロとスケルトン部隊、そしてスケルトンラッシュで、まあ、ウッド枯渇的なね要素がありますので、まあ積極的に、スケラ打って、スケラにウッドとかを使わせれば逆サイド攻められてもスケルトン部隊だけで守れるとか、まあ、そういったね防衛楽にできますので、その辺もちょっと意識してね。いや暇だなこれ。インドラがねえのー、マジで泣きてえな。さあ溶かしたい。あの言うのはしゃーなしで、ザップ来てもいいようにインドラ出しちゃおうか。はいはい、矢の雨ですね。いやゴレ言うのや。いやこれゴレの爆破ダメージがこの前解放されたことによってこのネクロが残るのが熱いね。ネクロが残るのが熱いねって言ったんだけどな。ネクロネクロ全然残んねえじゃんこいつ。さあジャイ、ゴレダクネの言うのやの雨ですね。ってことはまあライトニングとかがあんのかな、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、形組むだけですね。でケツから組むのがマジで大事です。これで元されるの嫌ですからね。ダクプリとネクロで。いや、やっぱネクロだな、時代は。あはははきっつ。インドラ嫌ですね。僕のデッキにインドラも入ってますけど、まあ、ザップとか雪玉ない時でもこのインドラね、エグ強ですよね。さ、今言うのがいるな。これスケル打ったらさ、相手何で受けてくるんだっていう。まあ、一回ステイでいきますか。そう、でも相手はやらめだったので、僕のインドラ多分きついと思うんですよ。コウモリか。あ、これやるってよかったな。さあ、インドからのライトニングとかあんのかな。ダクネとりあえずつけられるじゃないですか。これやらめファイバーでボコしていいですか、あの子。やらめと、サクちゃん。あ、オッケーオッケーオッケー。これ強いですよね、マジ。そしてちょっとなんとなく、あでもこれいやーマジで優秀だね、優秀だね。ネクロくん非常に大活躍じゃない。相手ライトニング打ったってことは結構コスト打ちましたよ。今使えましたよ。これエリアドですよ。大チャンスでございます。でインドラに対して攻めファイブ打ってでもちょっと突破したい自分がいる。これさ、一応守るか。ちょっと早めに出して、もうなんならさ、一本俺が取っちゃえるんじゃない？いや、いいね。いいコウモリ防衛だ。さ、いや、これ耐えれるんじゃねえか。贅沢、贅沢、贅沢耐え、贅沢耐え。ネクロ、ネクロ、スケ産んで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 、スケ産めよ。おい、おい、おい、耐えて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 、おい、サンジさん、でかっ。いや最後ネクロがねもうちょっとスケルトン出してくれれば余裕だったんですけどね。よろしく上帝リャン、なんかバカ強そうな名前してる。さあケツジャイしていきたいな。なんかハシマイジャイスケラーも強いんですけど、結局なんかねやっぱクラロワって形作るというかね、後ろから組むのが強いんですよね。さあジャイでいいかな。まあ、ナイトでもよかったんですけど、なんとなくジャイにしました。ナイトスケ。ホグか、クロス、かな？高回転ですね。スケラはなさそうだけど。これだってスケラなし打つだけなんですよね、本当に。しかも矢の雨もあるので、今回多分アーチャーがね、チュクチュクチュクって出てくるんですけど。あれ？あれ？アーチャー。あれ？アーチャー相手持ってきてない。もしかして。ジャイスケラ撃たれて諦めるなんてそんなことある？電波侍か？お主。あれ？勝っちゃった。遅延型だったのかな？遅延型でやべ、守れねえ、グッドゲーム的な。ちなみに遅延型でしたね。なのでまあ多分守れねえってなって諦めたんじゃないかなと思うんですけど、もしかしたら電波ですね。さあ、オールブレイカーっていうことは、届けないです。ゴブドリーの可能性がすごい高いですね。
来ました。ダークプリンスがちょうどなかったのは怒りたい。さあ受けていく。で、これもジャイスキャラ多分打つだけですね。そう、このスキラはね、多分この高回転ドリルに強いと思うんですよ。多分ジャイプラスキラ打つだけで、なかなか止まんないんじゃないかな。だから前シーズン使われてた気がしてはいます。ここはもう許容ですね。守れません。無視です。さあ、というわけで、ジャイから形組んでいきます。で、ここはまあドリル守りたいよねっていうのでネクロ出してあげて、よしよしよし。あ、ネクロこれ逆サイドでもよかったのかな、いい感じに。これでもジャイスキラ打つだけで見ていてください。あら、バルキリーとスケルトンとかでほぼ完封される可能性もありますけど、このバルキリー次第ですね。このバルキリーが、おー、相手のバルキリーでも、相手のバルキリーなんか、サボってね。しかも、相手対空テスラだけなんですよ。だから僕のこのインドラ無双をするっていうのもありますね。で、なんかファイボとウッドがない方とかもいたので、そういう相手には、このスケルトン部隊もね、無双するよねっていうので、いや、いいですね。いや、今のね、相手の、なんだ、バルキリーとボンバーとかもインドだけで回収できましたし、ゴブドリーオールブレイカー、6コスですね。6コスもスキブだけ、3コスだけで守れてますので、いや、いいね。で、次のドリルにはダックプリ当てて、ウォールブレイカーは無視でいいかなと思います。なんか、そこにまでヤナム打っちゃうと、なんか、攻めのコストがあんま作れない気がするけど、余裕があれば使おうかなぐらい。うん。ちょっと暇なんで、こっち、ドリル用にダックプリだけ流しておきますね。で、もうジャイスキャラ打つだけでいいんですね。さあ、逆サイド来た。うわー、それは、それはおしゃれ。いや、さすがに、それはね、しょうがないですよね。もうちょっとインドラだけ使えて、これ一応ね、ジャイデッキでもありますので。うん、うん、うん。まあ、ジャイがね、こんな感じでダメージをね、ちょっとだけ稼いでくれるとありがたい。スケルトンラッシュは綺麗に防衛されましたが、これ相手あって攻め、なんかね、これはまあ、いや、ここでね、ヤナム打つのは、まあ、ちょっと、コスト的に余裕がありますよね、今。余裕があるのと、まあ、2倍タイム入るしっていうので。もう一回ドリル来んのかな？いや、さすがに。で、次はもう守れないですよね、これは。これは守れない。このダックプリに、神エイムを。いや、神エイム。一体やってる。で、僕は別に何もしてないんですけど、右側がね、結構折れそうですよね、っていう。さあ、左側にジャイつけてもよかったな。これ絶対、来るね。いや、うまい。それはうまい。耐えろ。耐えて。いや、でも、このネクロも強えな。さあ、これ、ジャイスキラゲーミングじゃないでしょうか。で、これ、右側行くと見せかけての、まあ、見せかけてもないんだけどね。さあ、スケルトンラッシュ打ったら、これ、バルキリーをね、前にも出したいけど、後ろにも出したい。で、裏だけだったら、これ、斜めでね、相手、ウッドがないんですよ。防衛ファイボ。でも、スケが、はみて、ナイスグッドゲームですね。ウッドない方に、やっぱね、余裕でね、勝てる。まあ、ちょっと危なかったですけど。っていうのが、このデッキの強みですかね。環境にも強いな。おい、待ちまよろしく。え、これ、ワンチャンミラーありますよ。なんか、ジャイスキャラーとか、なんか、ジャイプラススケルトン部隊のイメージが謎にあります、この人。違ったら、ごめんなさい。小屋でした。はい。ゴブ小屋か。小屋小屋。小屋小屋ぐらいしか今、ゴブがでもいないっすよね。なんだろうね。ほぼ、あー、違う。LG かな、もしかしたら。LG だったらもうね、終わる。本当に終わる。マジで終わる。いや、いや、意外とネクロ、なんか、頑張るな、前線で。なんだ、相手のデッキは。相手のデッキはちょっとわかんねえな。あの子僕は、ヤナアメでいい感じに壊したいんですけどね。好き入ってんの。いや、マジでわかんねえな。さあ、なんや、これ。スケロベビーメガゴゴブゴヤスキラ的な説あるっすかね。いや、わかんないですね。なんかマジで。何って感じ。マジでなんだろう。でもインドラが相手に刺さるのは間違いなさそうで、まあ、バルキリーとかいるとちょっと嫌だよねっていう。まあ、いるんですよね。基本的に。まあ、スキラ打ってみてから考えましょうか。この後は。スキラ打っていっぱいダメージ入ればいいな。うわ、ボーポイ。君、マザネクどうすんのっていう。あー、タルババやだな。いや、ゴブゴヤ、
五分超え嫌だし、これ一生棒ポイされてなんか負けそうだなこれこれあれポイズンですって、あなたポイズン、マジで久しぶりに見たけどな、マジでいないっすよ、本当にいないっすよ。だってマザネク引いた瞬間もう勝てなくなるので、ポイズンはねヤンキーなんですよね。このネクロがもうマザネクだったその瞬間僕の勝ちが決まるぐらい。まあでもここで逆に低めネクロでね、このネクロが一生生きるっていう強みはある、強みなのか。さあちょっと橋前スケブぐらいしましょうか、暇だしね。うん、ネクロが生きるんだけどな、ネクロが生きた後ってみたいな、タルババでボコされちまうな。さあボーポイ使ったよ、スケラ打ちたいね、これ打ちたいね、打ちたいけどちょっともう一回待ちます。これ同サイドの方がいいのかな、もしかしたら。うん、今橋前ジャイスキャラでも良かったかもしんないけど、バルキリーがな嫌なんですよね僕。さあここインドラが活躍するね。まあスキャラ打ってボーボイ刺したいまであるね。うん、そしたら僕のこのネクロとかがやっぱ一生生きてくれるから、ネクロとか一生生きてくれるから、ネクロ、おネクロ、ネクロ、あれなんか今日大活躍してたんだけどな、気のせいだったかな。さあ延命していきたいよ。いやマジでな、どうやって倒すよこれ。インドラゲースね、インドラの事故を狙いつつみたいな。いや相手のでもスケもうめえんな。いやでもこれインドラの事故がある、そしてヤナム打って、いやインド？インド？インドある、インドある、マジである、あっつあっつあっつ、流れが変わる。でも相手さ、これ地味に回転早いな、やっすね。いやでもダメージ、あの防衛スキラーん？防衛ポイズンされてるけどダメージが入ってるやつだ。でかいね。さあインドで、インドラゲーです。インドラゲーをします。さあスキラー打つ。で、ここにヤナム打てば、このジャイも多少プレッシャーになるよ。いや、ダクブリ？いやー、いや、あつ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 。熱い、え？なんで？ネクロ何もしてねえよでも。え？熱い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 、激熱きた。フィーバーっすね。これ勝ったんじゃない？相手この瞬間に逆サイジなんかスケラーとか来てもおかしくない気がするけど、来ねえな。これだってもうスケラー打つだけみたいな。もうループ入ってますよね僕の。こう僕のループ入ってますよね。で五分側にこのヤナメね。しかもインドラ。いやーマジで。ああ待ってやべ、インドラ無双してるだけただ。さあインドラ、インドラ無双した、インドラ無双した、バルキリー当ててくんのか、インドラでね、焦がすよ焦がすよ。でこれさあ、ネクロ、ネクロ、ネクロ、いやネクロ、いやジェイが、ジェイが、ジェイでしたね、あー G でしたね。なんか前教えてもらったんですね、コメント欄でジャイアントのこと僕よく G って J って言ってたんですけど、ジャイアント G ですって。はい、桜木よろしく、花道っすね、ミッチー来たな、ミッチー。血試合したいですね。でも序盤はね、なんか意外と血試合してもそんなやっぱ突破できないことが多いので、まあなんかダメージ通すというよりかはカード回しで時間稼ぎかなと思います。相手が待ってくるなら、待ってくるならそれは待ちたいよねっていう。さあボンバーですね、ボンバー最近何のデッキにも入ってるからな。さあダクネ来たので確定演出、ゴーレム来ました。まあでもゴレに対してね、ネクロが結構活躍してくれます。なんかゴレに対してというかダクネに対してですね、ファイボ、ファイボゴレ結構レアじゃない。これさでも延命したらさ普通に熱くないっていう。だって相手さ、このネクロ処理するのにタルババとかどうせ使わないといけないじゃないですか。でもボンバーだから、あタルババねえのか思ったら、でもタルババ使ったらさ、うわうまっ、俺のデッキ知ってんじゃんこれやばくないですか今の端前のおり、完全にデッキ知ってますね、やりますね、いい立ち回りだ。さあまあここでもインドラだけでね全てを焦がしていきたい。まずは緑の怪物シュレックくんからね。さあいやインドラ強えな、今回もインドラ無双していきたい。でこのインドラちょっとね、相手ゴーレムデッキはね基本インドラきついんですよね。だからこうやってちょっとね延命して嫌がらせをしていきます。いいんじゃない。さあファイボ使いましたね、流れはマジでいいな。インドラゲーです、インドラとネクロゲーかな。だいたいボンバーとタルババ入ってる
結構珍しいですね。これじゃねえのかな。ちょっと暇なんでスケブ出しちゃったんですけど、スケブってよく考えたらゴレの防衛で超大事だよなっていう反省。これえぐいっすよ、だって手札。インドラ欲しいな。インドラ欲しいな、これ。インドラ欲しいな。まあ、ファイボヤナムで攻撃全部飛ばそうと思えば飛ばせるんですけど、いや、これネクロだけで意外と戦えちゃうのか、もしかして。いや、ネクロ、お前、バカっつ、ネクロ強えな。なんか、こう見ると強いですよね。でも多分あんま強くないんですよね。ネクロが強いというか、このデッキはね、このデッキパワーがある感じだと思っていいですね。さあ、このダックプリ捨てて、うわ、相手、仲良しか。俺と同じサイド来ましたね。ちょっと暇なんで5打ちますね。うん。いや、いい5じゃない?さあ、相手も暇なんで5打ってきた。さあ、ネクロね、5をね、これだけでやられちゃうのはちょっと辛いですよね。そうやな、め。いや、殴ればいいけどな、これ。もう行っちゃいたいけどな、ジャイズけど。行く必要もないのかな。無理に行く必要はなくて、余裕があればでいいんだよね。うわ、折り受けか。いや、でもこれ全然いい、全然いい、全然いい。あ、いい、取るね。でもこれは、チャンスタイム、来た。インドラ残るし、トリネも使ってコストがそんなないよっていう。そしてインドがダクネを殴ったら、いや、神矢の雨、いやー、神矢の雨までちょっと惜しい。待って、やべ、おやぼけんな、矢の雨回るの遅いんだよな、これ。でもさあ、結構怖いですよ、怖いですよ、これ。マジで回るかな。いや、これで回った。ゴーレム遅いっすよね、あれ。オッケーオッケー。光栄さえ、光栄さえね、やっつけてしまえば、ゴーレムあれ、殴るのとろいんでね。オッケー、ナイス、グッドゲーム。というわけで、まあ、ちょっとゴーレが今日多かったかもしれないんですけど、ネクロも活躍しいの、結構ね、良さげな安定デッキでございました。というわけで皆さん、このジャイスケラデッキもね、強いと思いますので、使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。